はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の小野と申します。本日はですね、このタイトルね、徹底検証、官業満貫、合格率と難易度の謎、まあというタイトルです。で、副題がですね、満貫合格に向けての学習質改善ね。まあこういったね、タイトルで、そうですね、まあ2、30分かな、お話をさせていただきます。さて、まあこれ分かります通りですね、一応私もですね、今日のガイダンスに関しましては、ね、そこに書いておきましたけど、まあ、メインはこっちで、ね、満貫合格、こちらにメインを置かさせていただきます。ただもちろんね、管理業務主任者試験をね、目指す皆さんにもね、対しましても、これヒントになります。また、ね、どちらにウェイトを置いてお話しするかっていうと、満貫合格ね、まあ、こちらにウェイトを、ね、置いてお話をさせていただきますので、ね、その点ご了承ください。ただこれは比較です、ね、比較をしまして、でもって管理業務主任者の試験ね、で途中私官業さんとか言っちゃうかもしれませんけどね、まあ管理業務主任者試験、ちょっと長いんで官業さんとかね、満貫さんとか言ってね、まあA さんといったら継承をつけてね、略してしまうかもしれません。まあ、そこはね、あらかじめお話をしておきましょう。さて、ね、比較をしましてということでございますので、まず、まあ、比較ね、というか、まあ、今年のね、2019年に向けてのお話なんで、先に書いてしまいましょうかね。まあ、多分ですよ、多分。まあ、これ絶対になりません、ね。もしかしたらね、今年だけね、変わっちゃうかもしれないんで。まあ、そうだとごめんなさいなんですが、多分その話は聞こえてきてませんので、変わらないでしょう。何かというと、試験日。マンション管理士が11月の最終月曜日ね、あ、日曜日ね。まあ、だからおそらく11月の24日になると思います。11月24日ね。で、管理業務主任者試験はその1週間後、12月第1日曜日でございますので、12月1日になるんじゃないかなと思います。まあ、ここをね、変えてくるということはおそらくないと思います。まあ、そうなったらね、まあ、発表があると思いますので、それに備えて準備をすればいいだけで。ただ、おそらくこうです。とくなっていきますので、残り時間、有効活用して合格を目指していきましょう。さて、でですね、あとはね、大体共通ですよね。まあ、マンション管理士試験と管理業務主任者試験ね、大体共通。まあ、合格発表日ね、中旬か下旬か、だからこれ1週間のずれがあるだけの話です。で、4試択率マークシート、ね、50問で2時間。ね、一部免除もありますね。まあ、一部免除もあります、ね。どちらかの試験に合格をしていると、適正化法ね、46から50、これ免除になります。まあ、ということでございましてね、ただこれもね、だから、同じような内容をね、学習しますんで、免除になっていくということ。だから普通はですね、まあ、受かりやすさでいくんであるならば、管理業務主任者試験の受かりやすいんでね、まあ、免除対象の皆さん、多くの皆さんは、管理業務主任者試験を受かって、で、免除対象ね、この資格を手に入れて、ね、手に入れて、で、マンション監視の方でね、合格免除を受けるという方が多いかな。で、若干トピック的な話をしておきますとね、去年はですね、なぜか管理業務主任者試験ね、去年です、2018年、なぜかね、管理業務主任者試験の免除分野、問いの40か問いの50ね、いわゆる適正化法の関係の問題が厄介だったんです。難しい問題、つまり、合格者の皆さん、合格者じゃない、受験者です。受験生の皆さんの50% 未満、50% を切る問題が3問もあったんですね、3問。で、あと1問はですね、まあ、管理業務主任者試験の免除分野、問いの50番に出題ミスがありましてね、正解紙2つとかあったんだけど、まあ、それちょっと置いといてね、まあね、それを抜くとしてもですね、3問、難しい問題があったんです。まあ、で、こういうところね、そうなると、管理業務主任者試験の方で3問難しい問題が出ましたんで、まあ、だから、5問免除の皆さんはかなり有利だったはずなんです。ね、まあ、免除でない皆さんはね、3問ぐらい落としてきます。で、1問ぐらい当たるとしてもね、少なくとも2問落としちゃったんじゃないかと思ってますからね、2点の差がついてしまったんで、ね、まあ、かなり免除分野の方はね、免除対象の皆さんは有利だったと思う。ただ、そういう方はあんまり多くないんじゃないかと今ね、お話をしましたね。ね、満貫を受かって、5問免除を得て、管理業務主任者試験を受ける。まあ、という方にとってみれば、去年は、2018年は結構ね、有利だったんですが、あまりないかなという気がする。
でね、それはね、なんでかってよくわかりません。なんで管理業務就業者試験がね、免除分野を難しくしたのかなんてね、その理由はわからないんです。まあただちょっとね、まあやりすぎちゃったんじゃないかなとね、細かいとこね出しすぎたんじゃないかなっていうような気もしているだけ、ね、だから、今後ね、例えばマンション管理者の試験もそうね、それから管理業務就業者もね、免除対象のね、5問免除の分野っていうのは難しいものを出すよって、ね、取れても一定に点しか取れない問題、難しいことを出すからねっていう趣旨で考える意味がほとんどないと思います、ということです。まあだからね、まあ去年はそういったね、ちょっとトピック的な話でいきますと、管理業務就業者試験の免除分野のところでね、少し変化というかね、例年にはないような難しさがあったんですが、まあこれは去年の、特別な事情じゃないかとね、事例じゃないかと思います。だからあまり気にせずにね、そのあたり気にせずに、ね、普通にやっていっていただければいいかなと思います。さあというわけでね、まあそんな風に接点が多いもんですから、そういったね、相互免除なんていうね話も出てくるわけなんですよ。相互免除ね、接点が多いもんですから、さてではですね、何が違うかなんですが、はい、それもね明らかです。一番下、ね、下のとこね、これです。マンション管理士さんの試験、去年ね、まあ合格基準点38点、 7.9%、 でもって、合格者数ね、まあ既に終わってしまったんですが975人、管理業務就業者試験の方は3531人ね、で 33.21.7%。 まあ何が違うかっていうと、やっぱりね、見てる先が違うんじゃないかと思います。なんだ見てる先、どういうことかっていうとね、おそらく管理業務就業者試験はここですよね、合格者。これ学習してる皆さん分かると思うんですけどね、学習してる皆さん分かると思うんですが、管理業務就業者、専任の管理業務就業者ね、一定数設置しなきゃならないんです。一定数ね。まあね、まあその中身について今日はね、踏み込むようなね、ガイダンスはございませんからね。だからそこで押さえておきますが、一定数の管理業務就業者専任として置かなければならない。だからある一定数は合格させないとまずいんですね。はい、そして国土交通省はおそらくね、まあ3000人から3500人から4000人かな、3500人から4000人ぐらいを毎年合格させようと思ってますね。だから見てる先は多分この合格者数の方なんです。ところがマンション管理省はですね、おそらく見てるのはここです、合格率ね、合格率。まあね、このマンション管理士や管理業務就業者試験もね、2001年から始まっておりますから、もうね実に18回目になります。で2桁行ったことがないんですよね、2桁行ったことがない。まあですからおそらくマンション管理士試験でいきますとね、これ全体の中の1割を切るぐらいの上位の皆さんだけを受からせたいという趣旨で試験実施してるんじゃないかと思います。まあだからね、ほらね、1000人を切ったと、1000人を切ってもやっぱり、上位1割に入るような皆さんしか合格させたくないんだよって、そんな気持ちだと思います。まあだからおそらくこれね、37点にしてしまうと、10% 超えちゃったんじゃないかって気がします。まあ実はこれね、別のグラフというかね、統計があってね、ですね、この管理業務就業者試験の方は ね、まあこういう合格者のね、まあ、得点分布の山があるんですが、合格者ってね、ピークの一番数の多い方よりもやっぱり若干点数少なくても合格できるんですね。だいたいピークのところで35、6点に来てます。道具の皆さん35、6点を取ってるんだけど、そこまでいかなくてもね、合格できるよっていうのが管理業務就業者試験、なぜならば 21.7% だから。ところがですね、マンション管理士試験っていうのは、こちらはね、そのちょうどピークあたりに来るんですよ、一番ね、数の多いところね、ピークあたり合格基準点が設定されるんです、ね、まあだからね、ほんの一点、わずかのミスが許されないよっていう世界の話だと思ってあげればいいです。まあこれもですね、データを見てみますとね、その問題のレベル感といえばいいのかな、ね、難易度あまり変わらないんです、もしマンション管理士が 21% ね、21%、 まあね、大体そのぐらいの合格率であるとするならば、大体試算でいきますとね、36点になってるんです。あまり変わらないでしょ、36点、33、4点になります。あまり変わらないですね。
逆に管理業務就職試験もね、合格率をじゃあね 7%、 7% するとどうなるかというと36指定になっていくんです。まああまり変わらないんです。受かりやすいか受かりにくいかだけの違いね。で中もねほとんど一致してます。衛生伝えてもね、民法が出ます、区分所有法出ます、標準管理契約出ますね。でもちろん委託契約書が、標準管理委託契約書ってやつが、まあ複数出るか出て1問ぐらいかね、まあそれの若干違いあるにしてもね、あとは会計も出るし建築設備とかね出てきますね。あとはね、例えば不動産のね、宅建業がね出やすいとか出にくいとかね、出やすいとか出にくいとかね、まああればある、そういうのはあります。ただね、内部的にほとんど分野もね被ってくる。だから試験対策上といたしましてはね、受かりやすい、受かりやすいか受かりにくいかというだけで、10% 以内に入っていかなきゃいけないってことはね、まあこれは、まあ、正直言ってね、ミスが許されない試験だというのがマンション管理士、ね、そう思っていただければいいです。まずは ね、まあほら、だマンション管理士の試験ね、もうね何回も挑戦してる方もいらっしゃるんですよ。で今言ったようにね、ちょうどピークあたりに合格基準点が設定されますんで、やっぱりね1点2点の落ちる人って非常に多いんですよ。マンション管理士はね、1点2点の差で落ちる人っていうのは非常に多くって、そうなるとね、やっぱりそこまで努力をしておいて1点2点であると、でご自身分かってるんだよ。あとでね見直した時に、いけねこれやっちゃったよと、ね、なんでこう読み落としたかなとかね、なんでこう読み違いをしたかなとかね、なんで自分はこれ ね3にマークしちゃったんだろうとかね、明らかに2じゃないかとかね、あるんです。だからそういう思いをするとやっぱりね、じゃあもう今年落ちちゃったからいいやさよならっていう方はあまり多くなくって、来年こそはって頑張る方が非常に多くなっていく。つまり年々質が上がっちゃうんですよ。だからこそね、まあミスが許されない試験になってきてるんじゃないかと思ってます、ね、ということはですね、敵を知らないとですよ、敵を知らないとミス許されないって言ったってね、敵を知らずに、あの対策を立てることはありません、はい、だからね、どういった特徴があるか、ね、そこなんです。まあというわけでね、合格率と難易度の差なんてありますがね、合格率に関しては、ね、これは一定数合格させなきゃいけない、まあこれ要するに名称独占でございますね、満館さんはね、でございますから、別にね何人受からせるかってあまり考えなくていいんです。まあ極端な話ね、1万人受からせようと1人だろうとね、別に問題ないわけです。ただやっぱりね、まあマンション会社ね、もう毎年上位 10% 以内に収めてくる、そこに入る方たちを受からせたいということなんでしょうね、きっとね。まあということで、ね、年々質が上がってきますんで、そういった意味で合格率につきましてはね、こちら管理業務主任者の方は一定数合格させる必要があるから、3500人から4000人ぐらい合格させる必要があるから、勢いね、受験者の皆さんと対比で 21% ぐらいになっていくんだと思う。マンション管理士のね、こちら満館さんの方は別に、名称独占ですからね、1人であろうと1万人であろうとどうでもいい、これはもうね国交省がどういうお考えになるかってことで、おそらくね、10% 以内に入る人だけを受からせたいという趣旨なんだと思います。で難易度、難易度につきましてはあまり差がありません。ただね、特徴的なところがあるんですね。まず内容なんですが、これは先ほどお話をしましたので、レジュメ2ページ目、これはいいかな、レジュメ2ページ目はいいかな、若干ね法令系のところで31か27ね、まあ、これ去年の話だけど、去年ね2018、まあでも大体ね、大体あの落としていきますと、これ30問あったね、大体同じぐらいですよ、大体同じぐらいで、中身がねほら区分所有法のテーマが2問だったり12問だったりね、ここは明らかに違います、明らかに違うね。ただ標準管理規約とか民法でいきますと、今度ねマンション解消が少ないの、ね、多い。ただじゃあね、この区分所有ね、例えば管理業務就職試験ね2問であると、ほんじゃあこれ捨てていいかっていうと当然ダメですよ、ダメだね、ということまあでございますんで、結局はねやることは同じかなと思ってる、ね、あとはいいね、ですね、まあこれ管理実務ね、会計系とありますが、要するに委託契約書、委託契約書につきましては管理業務就職の、持ち場ですよね。だからマンション会社あまり関係ないんで、ね、この辺り、ね、管理実務に関しましてはねあまり在されてこないということ。ただじゃあこの2問ね捨てていいかというとダメですから、ね、まあ結局やること同じということで、さあでもって建築設備系もそうね。
で正直言ってですね、これ2つの法律ね、内容的に申し上げますとこれも同じなんです。あの法令刑ね、ここです、法令刑で特典をするというのが大前提。31問27問ですか、大体30問出ますからね、6割はここから来るんで、法令刑でいかに特典を伸ばすか、それが最低限どっちの資格試験でも大事なことなんです。あとはね、もう正直言ってここね、建築設備系はですね、まあ去年はですね、ここにね、非常に特徴があったの。例えば管理業務修理者試験とかね、ありましたけどね、12問出たんですけどね、あのみんなが過去問やってればできた問題って5問ぐらいしかなかったんですよ。だから半分以上は初めて見るような問題出てたんだね。だからかなりここで点数が開いちゃったんですね。だから33点でございましたけどね、おととしは36点だったんだけど、このあたりこういうことなんですよ、ね、建築設備系あたりで難易度がね乱高下するんです。だから去年みたいにね、非常に難しい問題が出ちゃいますと下がるんですよ。ただじゃあ対策どう立てるかっていうと、これはほとんど正直対策の立てようがないかなと思ってます、ね、まあないかなっていうのはおかしいかな、あの一級建築士とかね、あとはそうやってね設備関係のエキスパートになる、ね、水道とか電気とかね、あとは建築のねエキスパートになっていくんであるならば、おそらくこので取れるんです。ここね、どこが出たとしてもね8割方取れると思う、ね、じゃあここね、マンション管理者や管理業務主任者試験の、ね、合格のために設備系のために一級建築の資格取りますかってことなんですよね。そういう勉強しますかってことなんです、ね、あるいはね、水道とか電気のね、いわゆるね例えばね電気工事士とかね、そういったところの資格を取りますかってことなんですよ。そういった勉強しますかってこと、ね、そういう対策を立てればここは安心してここで ね試験に臨むことはできるけど、これは対策って言わないと思うな、ね、だからこのね両試験に受かるための対策っていうと特に考えなくていいと思う、ね、今言ったでしょ、難しい問題が出るとね皆さんできないんですよ、ね、だからそのあたりはねもう割り切って構わないと思う、ね、しかしながらこのあたり上です、法令系に関しては、若干難しいんじゃないと我々が思ってもね、得点ポンとしてくる方が結構いらっしゃるんです。これはねあのいわゆる法律的な感覚っていうのも使えるからなんです。知ってるか知らないか単純知識だけではなくてね、法律的な感覚どんどん使えたりするし、あとはね、要するに仕組みです、組み立てをしっかり分かってるとやっぱり答え出しやすいんですね。でどういうことかと言いますとね、例えばでございますがほら、ね、次のページ、まあ、これ2017年ね、当時の問題なんでございますが、同じネタが出てるんですよ。このあたりからね、まあ、いわゆる対策になります。対策ね、特徴です。同じネタが出てるんです。で、最近はね、接点はね、まあ近くはなってきてます。管理業務主任者だから絶対に行こうとかね、マンション開始試験は絶対に行こうとかね、もうそういうのではなくて、割とね、同じようなね、出し方をしてくるのに近づいてはいるんですが、でもやっぱり性質は違います。2017年ね、管理業務主任者の問題で、ほら、ね、占有する人がいて、ね、これ借りてる人と思っちゃいましょうかね。占有者、まあ、借りてる人は、ね、限りませんけど、まあ、占有者がいて借りてる人と思いましょう。部屋を借りてる人、集会に出席をする、でもってね、最も不適切なんて書いてありますよね。区分所有法によれば占有者、会議の目的である事項に利害関係を有する、集会に出席して意見を述べることができる、できますね。はい、だからこれはね、区分法の規定そのものが出てます、ね、区分法の規定、ね、そのものが出てるんです。だからそういったものがあったよねって、これさえ分かっていれば、ね、できるんです。まあだから、いわゆるね区分法の条文の、がどういった規制あるいは内容を持っているか、これが分かればいいですよね。ただマンション管理者の方はいいですね。今申し上げた賃貸してます、 B に賃貸ですからね、B さんが借りてますね、 B さんが占有者です、 B さんが占有者ね、まあ、この読み取りができないという方はいらっしゃらないと思うんだけど、一応ね、まあこれが占有者当たりますよってことはまず分かることが大事。さあそうするとね、ほら意見を述べることができるかできないか聞かれたでしょ。意見を述べることができるかできないかね、これを聞かれてます。まあだから分かるかな、このあたりは読み取りになっていきますよ ね、意見を述べることができるかできないかを聞かれてる。だから区分法では占有者は
利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べることができる。まあ選手はね、利害関係ね、有する場合には集会に出席して意見を述べることができる、という大前提があって、さてじゃあこれって利害関係なんですかってことだよ ね。利害関係なんですかってこと、ね、まあそういうことです。はい、だからいいかな。ね、管理業務審査試験だってね、こういう手の問題ね、やっぱり出ることありますよ。まあ管理業務審査試験はね、条文さえ分かっていれば、条文の表現さえ分かっていれば必ず答えが出て、中身的な理解ね、全くいらないことはございません。まあこのね、問題はサンプルとして取り上げているだけなんで、両方とも逆もあるんですよ。マンション管理士の問題なんだけどね、条文の総表現そのまんまじゃんかってものもあります。あるいは管理業務審査試験なんだけどね、一歩踏み込んでるなってものもあるんです。もちろん個々に見ていけばそういうのもあるんですが、大きな傾向、全体の傾向として見ればこういうことが言えるんじゃないかと思う。次のページね、3ページです。全体の傾向としてはこういうことね、3ページ。まあ条文の文言ね、これだけで一応ね、方向性が見えてくるのは管理業務審査ね。はい、内容です。内容、ここまで一歩踏み込んでくる傾向強いのがマンション管理士でもね。はい、ここでしょ、条文の文言を覚えている、これ大事だよ、大前提、大前提ね。まあですからね、我々よく申し上げるんだけどね、とにかく、まあ過去問の出題、試験対策としては過去問しっかりやりましょうなんですが、過去問やるときもね、例えばマンション管理士で行くならば、標準管理規約とか出てくるんだね。まあね、あの管理業務審査でも出ますよね。だとするとね、標準管理規約っていうのは区分所有法を根底にしてマンションルールね、一般ルールを作ってるでしょ。だから根本部分をちゃんと分かっていないと、標準管理規約だけではね、ピンとこないものもたくさんあるんです。あるいはね、規約によって変えることができるかできないかなと思うんだけど、結構出るんですよ。となると区分法の規定に、いわゆる規約によって別段納めができるできないとかね、そういったものが必要になってくる。そういった表現がないものっていうのは規約でいじっちゃいけないわけだよ ね。まあだから、標準管理規約を学習するときもそうね、区分法どうなってるかな、さあその上で、標準管理規約がどういうふうに変えてきてるのかとかね、そういった学習をしなきゃいけないし、あとはね、標準管理規約を学習するときも区分法ってこうなっていたよねって、そこが大事なんです。だからやっぱりどっちもね、まずは条文の知識、こちらの根本は大事だと分かってください。でそれで解きやすくなっていくのが管理業務審査ね、もう一歩踏み込んでいくのはね、マンション管理者でございます。だから我々ね、どういうふうにやるかっていうんですが、ね、こちらちょっとね見てしまおうかな、ね、やっぱりですね、それ皆さんね、ご自身でやると結構難しいかと思うんで、最後のところこういった講座をね、お話をしておきます、ね、最後にこの、ね、講座を、ね、紹介して終わりにします ね。ね、条文ローラー講座というのがあるんです。これ何かと言いますとですね、もちろんね、まあ、1条からやっていきます、やっていきますがメリハリはつきますよ、ね、試験に出ない条文のね、そのところね、くどくどやってもしょうがないんで、まずは条文です。区分所有法はこうなってるよね、さっき申し上げたでしょ、標準管理規約の前に区分所有法の規定をやっぱりね、身につけておく必要があるんです。だからね、条文ローラー講座は区分所有法だけをやるんですよ。区分所有法、ね、だけをやるんです。で、例えば今のテーマです。ほら、占有者の意見陳述権というのは44条にある。で、どういったことが書いてあるかね。どういったことが書いてあるか、ね。やっぱりこれは必ず一遍は目にしてほしいわけ。ね、だからそういったね、講座の中でこれを紹介します。でもってね、一応解説書きました。解説は書いたんですが、解説を使うところもね、まああるはあるんですけどね、それはむしろね、私はですね、この講座は私は担当しておりますが、私はむしろこっちに行っちゃうんですよ、ね、どう出るかです。どう出るか、これ大事でしょ。どう出るかね、これ大事なんです。だからそういった過去問をね、拾ってるんです。過去問を拾ってね、やってます。それは今の話ね。例えばさっきのね、管理業務審査試験はそのままポンってたんだけど、はい、こっちです。マンション管理士の試験ではね、具体的な中身聞かれましたね。意見を述べることができるかできないか、ね、だとするとね、そうなるとじゃあどこに視点を置くかっていうのは問題見ながらやっていくんですよ。
利害関係を有する、ね、利害関係を有するんであるならば自分が直接関係するものであるということね。そうなると、ね、まあ、修繕工事の負担金額、まあ、修繕積立金かな、払わないよね占有者は。じゃあ、ね、利害関係ないよ、意見述べるできないことにね。管理費、管理費もね、占有者払わないよね。ということ、だとするんであるならばってこと、ね、できるかっていうとこれはできないよねってこと、こんな感じになります。まあどうなっていきますんでね、こちらに関してはどういったもの、ね、まあ、直接ね関係するかどうかという話ね、そうに持っていただければいい。でね、やっぱりこうね、そこから先も一個あるんですね。さっき B さんって賃借人だったじゃない。そうするとね、ですね、この上のところね、管理費相当分を負担している B はって書いてあるじゃない。どうするとね、あれじゃあ払ってるのって、管理費 B さん払ってるわけって、そういうふうにね思わせようとする罠なんですね。まあそういうことね、ね、これはだからあの管理費というのはね、これあくまで区分所有者が払うものね。だから相当分負担というのは賃貸借契約でそう決まってるだけでしょ。そういうことを読み取らなきゃいけない、その後で読み取りも必要になってきます。だから結構ね、こう中身につきましてね、規定はこうなってるよ、じゃあどう出るか、どこに視点を置いていかなきゃいけないかっていうことをね、そのあたりもちゃんとお話をしていくんです。まあそうにやりましてね、まあ、まずは条文をしっかり押さえる。でさっき言ったようにね、管理業務主任者試験だってこの程度の問題出てるんだよ、ね、ただ傾向としてどっちが強いかだけの話だからね。まあだから、管理業務主任者試験をね学習する皆さんは条文は大前提で、それがポンと出るケースが結構多いんで、それをちゃんと頭に入れる必要がある。マンション管理者を目指す皆さんはそれが前提です。それを前提としてさらに一歩踏み込んでね、じゃあどこがどういう角度で聞かれるかってことをね、対策をしていきます。まあこういう対策をしていけばね、まあ少なくとも区分所有法ね、標準管理規約、この辺りでまあやってはいけないミスと言っておけばいいのかな、ミスをすることはなくなるかなと思います。だ冒頭に戻しますとね、要するにケアレスミスとか度忘れとか、そういう人間はやってしまうんです。やってしまうんですが、いかにそれを少なくするかっていうのはマンション管理試験に受かるコツなんでね、ぜひともね、要するに条文に返った学習をし、そして、まあね、マンション開始試験に出るようなパターンで知識を見つけていってください。はい、ではね、お時間になりましたんで、本日ね、徹底検証ね、管理業務主任者マンション管理士合格率と難易度の差、難易度の謎ですね、というタイトルのね、ガイダンス講座、講義は以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。